本校では、日本と南アフリカの関係についてもべる。17世紀中頃に、ケープ植民地入植者には、オランダ人、ヤンファンディーベックによって、長崎の出島から連れて来られたハポンと呼ばれる、日本人家族が含まれていたという説がある。1663年から1666年に、かけて、長崎のオランダ商官庁を務めたことがあるザハリアス、バグナーが、 ケープ植民地の総督を務めた。なお、江戸時代の長崎には、オランダ人によって、世界の珍しい動植物がもたらされたが、当時、オランダの支配下にあったケープ植民地からは、ョウがもたらされた。公式記録として残る、最初の南アフリカに訪れた、日本人は、江戸幕府がロシアに派遣した、山内作材門ら6人の留学生たちである。引率の三内と、 留学生の市川文吉、小形常次郎、大月彦五郎、田中次郎、小沢誠次郎の6人は、函館から香港、シンガポール、バタビアを経て、慶応2年1月にケープタウンに到着し、5日間滞在した。1898年、古谷駒平は、三角商会をケープタウンに開き、南アフリカで最初に店を開いた日本人となった。なお、 この店は1942年に南アフリカ政府の日本人財産没収によって閉店するまで続いた。また、1904年には岩崎肝臓がダーバンに小さな商店を開店している。1918年にケープタウンに日本領事館が置かれた。1937年にはプレトリアに公使館が設置された。しかし1942年、 第二次大戦により、両国の外交関係は途絶した。日本の国際社会復帰後、まず両国の間で、領事関係が再開されて、1952年にザイプレトリア総領事館が、1964年にはザイケープタウン出張駐在官事務所が設置された。1960年代になると、アパルトヘイトにより、南アフリカ連邦には、 国際的に制裁がかけられていたが、日本はこの頃から積極的に天然資源を輸入し始めた。日本国籍を有する者は、1961年1月19日から、経済上の都合から名誉白人扱いとされていた。こうした経緯から、南アフリカの白人優位の政治に対する日本の立場には特に、アフリカ諸国から非難が相次いだ。例えば、 1983年には在日タンザニア大使のアハメット、ハッサンギリアが日本の観光客から出る利益が南アフリカのアパルトヘイト政策を強めていると指摘している。1992年1月、半世紀ぶりに両国の正式な外交関係が再開され、同年2月に在南アフリカ共和国大使館が開設された。ありがとうございます。